でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光は何だ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。 麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか。確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。
Luffy, Luffy, shikkari. はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。参ったな。どこに行っちまったんだ。 沈んでんじゃねえか。うわ、危ねえ。なんだ、この島どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだ、なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。うそ。 信じがたいけど、雷を凍結させたものの、ようなこの島は一体。昨日のお菓子の嵐の時に降ってきた氷みてえだ。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない、探さねえと。ナミさん、ソルとブラックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、 フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミー、ゾロー、ブラック。 いなくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけない。俺も一緒に行くぜルフィ。 この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。
Army Swarm! Sanji, いたか、ナミたち。この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよ、ナミさん。すぐに助けに行くからな。この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕き散っていないといいけど。雷雲のない空から落雷、考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょう、ルフィ。この辺、かすかに波の匂いがするぞ。本当か、チョッパー。波の匂いはこの洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。
何が大変だ。ルフィ、助けよう。なんだ？こいつらあのゴリラの仲間か？さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。よし、行くぞ。
任せとけ。覚悟しな。俺はもう。もっと強いやつはいねえのか。待てルフィ、俺は強いやつに会えない病なんだ。ちょっと待て。なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ来るのかよ、しつこいな。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。さてと、ゴムゴムのガトリング。もっと強いやつはいねえのか。待てルフィ、俺は強いやつに会えない病なんだ。ちょっと待て。あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。
チョッパー、こいつも俺たちに出ていけと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。え？いやー！ディアブルジャンブ、フランバージュシャット。俺の仲間に手出すんじゃねえ。
定ロゼを導いて。ゴアがあった。ウソップ、怪我してないか？痛いとこあったら俺に言えよな。危ねえ、食われるところだった。あの鳥のくちばしで全身穴だらけの死体にならなくてよかったわ。いや怖いわ。こっちで合ってんのか？うん、波。波の匂いがしてる、間違いない。ここを登るのかよ。波さんはこの先だ、行くぞ。まだつかねえのか？ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞ、クソゴリラ。なんだ、またかよ。どけ、サル。アル、こっちにも。ハサミ打ちか。上等だ。相手になってやる。どかねえなら。ぶっ飛ばしていくぞ。俺たちの邪魔すんじゃねえ。
ムートンショット。邪魔だ。来るなら迎え撃つだけよ。僕に逆らうとどうなるか教えてやる。あなたたちの相手は私よ。ドスフルール。グロップ。どうすっかな。ギアセカンド。ゴムゴムのジェットバズーカー。うおー、勝ったぞ。よっしゃ。俺がキャプテンウソップだ。マリモのやつには負けぬ。必要な力なら残らず手にするわ。俺の体はさらなる強化を遂げたんだ。スーパーパワーアップ
ミさん。一緒か。ああ、あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリモ。喧嘩しとる場合か。そこりゃ、今すぐナミさんから離れやれ。
ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。まずいわね。いけるか。ゴムゴムのガトリンだ。効かねえな。サンダーランステンポ！トレインタフルール。フリップ。
ディアブルジャンブフランバージュシャット全部フランバージュシャット、うん、やべありがとう。ナミさん無事でよかった。よし、ナミもゾロも見つかった。あとはブルックだ。マリモのやつには負けぬ。このキャプテンウソップに不可能などない。よし、えんナミさん無事でよかった。迎えに来たよ。ああ、ご苦労。お前じゃねえよ、クソ剣士。
すげえな。ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは。どうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがのリンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ恐れ入ります。まさか、あれが海賊？こうしてルフィたちは、謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日、ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい順調に航海を進めていた。見ろよあの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。
そうだルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ。島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから、女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし探しに行くぞ。